包茎を自分で改善、包茎矯正グッズ紹介。懐かしいね。この僕ら世代の人はこの包茎矯正グッズって必ずその週刊誌の裏とかビガーパンツっていうのがあったんですよ。知らないでしょ、はい、立花君知ってるビガーパンツ。僕もですね、正直知らなくって、うん、今回、うん、まあ、この企画を作るにあたって、うん、あ、そういうのがあるんだ。いや、ビガーパンツね、はい、僕ら世代人は全員知ってるから、はい、ってめちゃくちゃ、あの、宣伝してたから、はい、なんか聞いた情報によると定かじゃないけど、パンツの中にこうさらにペニスをはめ込む袋みたいなのがあって、はい、そこになんか出ると治るみたいな、はい、絶対ないけど。あ、そうなんだ。でもビガーパンツは昔からね、有名だったね。まあ、ちょっと話は変わりまして、先生方は普段 Amazon とかで買い物とかですね。まず買い物するよ、うん、普段なんかどういうのを購入されることが多いですか。僕はプロテイン、あ、定期的に買ってる。はいはいはい。伊藤さんは。いや、普通に日用品便利ですからね。うん、今回はですね、まあ、そんな Amazon に売っている包茎矯正グッズっていうのがですね、まあ、いくつかあるので、まあ、その辺をちょっと紹介していきつつ、まあ、これらの商品本当に効果的なのかというところをちょっと話していきたいなと思うんですが、うん、そのアマゾンにも包茎矯正グッズ売ってるんだ。はい、お二人ともじゃあアマゾンを開いていただいて、検索窓に包茎と入れていただくと、おー、キーワード多いね。一、はい、つ、あるのがコックリングって言われる指輪みたいな形出てきました。コックリング安いじゃん。これだけ安いとなんか悩んでる人は買っちゃいそうだよね。そうですね、1000円とかだもんね、はいはい、あとはそれこそさっき先生が言っていたビガーパンツ、ビガーパンツもですね、意外となんか1000円台とか結構そういった価格帯、まあ、嫌なんですけど出てきちゃうこれからすごいおすすめされちゃうじゃないですか。あとはあのテープですね、紐テープって言うんですけど、革を留める医療用のテープっていうのがあるんですね。一つずつちょっと商品の特徴っていうのを見ていきたいと思うんですけども、はい、一つ目がコックリング、皮を剥いてこのリングを装着することで被らないように固定をするというものなんですけれども、正直これつけたところでその包茎の改善というところにつながる、いや、ないですよ、絶対絶対治らないですよこんなの、うん、当たり前ですけど、はい、基本的にはつけてる間は剥けてるけどっていうところですよね。でもなかなか祈祷に引っ掛けるのもね難しいと思いますけどね、これ、まあ、リングも結構いろんなデザインがあったりして、はい、まあ、シリコン製のものだったりとかなんか金属製のものだったり、高いもの数万円するものも欲しいいいですね。いや、そんなやらせに決まってんじゃん。それとあとはビガーパンツですね。で、このビガーパンツは前開き二重生地ということで、うん、これはイメージ的にはこの穴の部分から亀頭を出すような感じなんですね。剥いた状態で亀頭を出すと、それでその上からさらにこうもう一枚、一枚表面の生地でこう隠すみたいな、そんな感じなんですかね。ただでも実際これ先生、衛生面的に考えるとどうですかね、こう剥けた状態が保たれて、まあ、衛生の面で考えるなら別に悪くないと思います。うん、でこれは保てればですよ、はいはい、保てないと思うんですよね。あ、輪っかに入れたから剥けた状態をすぐかぶるじゃないですか、うん、全然包茎の知識が不十分の人が、はい、うん、を引っ掛けて買わせるようなものですよね。なるほど。普通の大人が考えたらこれで治るわけがないって、まあ、そうですよね、思いますよね。あとはまあもう一つそのテープっていうのがあるんですけど、まあ、テープが一番多分効果あると思います、剥けた状態をしたいならですよね、はい、包皮の部分にこのテープを貼るっていうのは、うん、実際にどうなんですかね、これ。皮膚には良くないから、うん、なんか今日は剥けて痛いっていう時にテープ貼ればいいんじゃない、わかんないけど。温泉行く時とか、うん、まあ、そういったなんかこう見られる時のためにつけておくっていうためのものかなと、うん、まあ、テープはね今までか中では一番あの効果あると思います。これで治るかと言われると、まあ、基本的には治らない、うん、まあ、でもそれは僕も立場君よく分かって知ってることですよね。そこういうので治らないこれだけあの数多くいろんな会社からこうリングだったりとか、うん、パンツテープっていうのがやっぱりすごく出ているわけですから、うん、はい、やっぱり需要はそれなりにあるんでしょうね。みんな手術はしたくないっていうのはやっぱり根本にはありますよね、うん、怖いとか、はいはいはい、うん、伊藤さんこの辺はどうですか。お風呂の時にテープがこれついてるのがバレるのちょっと恥ずかしくない、それが一番恥ずかしいです。そうそう、そのリスクを考えると貼りたくないですよね。そうだったら貼ってない方がいいと思う。まあ、なのでね、まあ、こういった、まあ、矯正グッズとはいうものの、まあ、包茎を治すためのものではないですよということで、うん、まあ、そこで勘違いされている方もしかしたらいるかもしれないので、うん、勘違いというかこのビガーパンツとか、はい、結構これ治るって書いてあるんじゃないんですかね、どうなんですかね。
まあ別にそこまでは書いてないのかな、医療法とかに引っかかるから、うん、ただこれ、うん、今見ると気筒露出時間遅延持久力と書いてるので、うん、もしかすると気筒のこう刺激に慣れさせて走路を改善するとか、もしかしたらそういう歌に、うん、まあ、そういうのとか、あとビガーパンツの方も方形矯正ね、うん、関東方形とか新生方形の人をちょっとずつこう向いていく効果を歌ってるかもしれない。火星方形が治るとかではなくて、はいはいはい、そういうことで一応商品としてなんか認められてるかもしれない、うん、Amazon で販売することもなんか、はい、火星方形がこれで治るってのは絶対ないですから、うん、まあ、ちょっと興味がある方は見ていただいて、はい、ただまあくれぐれもお金を失わないように育ててください、はい、根本的に改善、確実に改善したいのであれば、まあ、手術がまあ一番もちろんベストな方法ではありますが、はい、まあ、こういったまあ情報なども含めて、またご自身でちょっと検討されてみてはということで、では今回は方形を自分で改善、方形矯正グッズ紹介でした、参考になった方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。